皆さんならできる。一緒に練習しましょう。ちょっとお偉いから、違う。そう。めっちゃ緊張します。5点。うん、英語のオープニングをもう暗記しちゃうことなんです。Hey everyone, it's TK, your English coach! 皆さん、こんにちは。2万人以上の生徒に英語を教えてきた、カナダ出身の英語コーチ、ヒカです。こんにちは。英語勉強中のキムです。いやー、キムさん。はい。ちょっといきなり質問なんですけども、キムさんの1日の業務っていうのは、はい、それ全部、英語でできますか？チャットとかメールとかはできるかもしれないんですけど、いきなり電話とかミーティング入れって言われたら無理ですね。そうかそうかそうか。私ね、今までね、ミーティングの動画とかメールを書き方の動画とか電話応対の動画とかいろいろ作ってるんですけど、見てないんですか？見てください。では今日はですね、なんとそういういろんな動画からコンテンツを引っ張ってきて、キムさんが1日英語全部で対応できるコンテンツにしたいと思ってますので、今まで学んできたことを全部。あ、全部ですね。全部です。全部です。どういうシーンが入ってるんですか？オフィスに来て同僚との挨拶とか。あ、挨拶からですね。しますよね。あ、はいはい。そして次何やる？まあ、メールとかチェック。メールチェックですよね。うん、そうなんで、メールの返信とかね。はいはいはい、そういうのもやりますし、そしていきなり、ブルブルブルってくるかもしれない。電話。電話応対とかもありますよね。そしてちょっと、ゴロゴロお腹空いてきたっていうと何しますか？お昼行きます。お昼行きますよね。一人で行かないですよね。あ、人。絶対一人ですか？もしかして外国の方と一緒にお昼行くとかね。あとは会議とかやらないですか？ミーティングしますね。ああ、じゃあ会議で、自分の意見を伝えたりとか、他の人に質問したりとか、はいはい、仕切ったりとか、ね、そういうのも学びます。そして最後には仕事終わって、グッバイ。あ、家に帰りたい。家に帰る時間ですよね。はい、はいはい。お先に失礼しますとか、そこまで。やりたいと思いますので。確かに、もうすべてわかる気がしますね。うん、そう、大丈夫です。はい。始めてもいいですか？お願いします。OK。キムさん、通勤は何？電車？電車です。電車ですよね、はい。そうだね。そして、まあ、大体何時ぐらいオフィス着くの？オフィス着くの9時50分ぐらい。遅っ！10時から、はい、業務始めます。なるほど。まあ、オフィス来てもみんなね、オフィスにいますよね。あ、います。何て言いますか？あ、おはようございます。おはようございますよね。じゃあ、僕と会いますと何て言いますか？あ、good morning。いや、いいですけど、ちょっと硬いね。やっぱりね、名前言ってくれる方がちょっと優しいですね。Hey, good morning, Kim。Good morning, ヒカさん。そうそうそう、そんな感じですね。Good morning. 名前を言わないだけでそんなに硬くなったりするんですか？硬くなるんですよ。日本語では、おはようございます、キムさんとか言わないよね。おはようございます、西川さんとか言わないんで、英語ではね、なんだか知らないけど言うんですよ。そして言わないと、冷たく聞こえちゃうんですよ。そうなんですね。そうそう。そうなんで、必ず、good morning じゃなくて、hey, good morning, Kim さん。hey, good morning, 西川さん。good morning, ヒカさん。うん、ね、good morning, ヒカさん。そうそう。で、いいですね、はい。そしてまあ、午後だったら、hi, Kim さん。hi, 西川さん。でもいいんですよね。ああ、はいはいはい。はい。ただね、good morning, おはようございますだけじゃなくて、やっぱりお元気ですかとか聞きたいですよね。ああ、なんかエレベーターの前とかであって、うん、あ、元気ですかみたいなの聞くんですよね。ああ、そうです、そうです、うん、そんな感じ。でも、元気ですかって言うと英語で何て言いましたっけ？でも、それ分かるでしょ。教えてください。いやいや、まあ普通は how are you と思うんですけども、はい、how are you は硬いです。確かに前の動画でも作ったんですけど、ちょっと硬い挨拶だから、それより、例えば、hey, what's up, Kim さんとか。あ、what's up って使っていいんですか？ああ、全然全然。まあ私に対してはちょっとお偉いから、違う。what's up はちょっとキャシャルだけど、まあ同僚とかね、だったら、うん、hey, what's up でいいと思いますよ。あ、ちなみにどれぐらいの上まで使わっちゃダメみたいなのあるんですか？ああ、いや、まあちょっと先輩でも、hey, what's up? 仲良ければいいですよ。それ上司でも仲良かったら、まあ許されるかな。でも確かにキャジュアルだから、もうちょっとフォーマル感を出した方がいいですね。それだったら、まあ例えば、how's it going, 西川さん ?how's it going, 西川さん。そうそうそう。それも必ず名前をつくんですか？ああ、入れた方が親切ですね。はい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 。まあ上司にはちょっとフォーマル。フォーマルじゃないですけどね。ハウスゴイもまだキャジュアルだけど、はい。そして私ぐらいになると、もうちょっと気使って、あっ、ひっかさでもあ、やりますね。いやいやいや、そうそうそう。いや、私でもハウスゴインでいいですよ。ハウスゴイン。ハウスゴイン。ハウスゴイン、ヒカさん。はいはい、大丈夫です。はい。なるほど。それが、会社に来てから、みんなに会って、こう挨拶する場面ってことですね。そうですね。はい。はい。で、もうちょっと会話したいですよね、そこで。うん、あ、そうですね。はい。何について話します？
あ、今日寒くないですかみたいな。ありますよね。うん、そう、そうね、天気のことね。例えば、Oh, it's so cold today ね。It's so cold today. Yeah, でもいいし、It's freezing today. It's freezing today. そう、もうちょっと気持ちいい。It's freezing today. It's freezing today. いや、いいね。あとは、あ、It's just beautiful outside. It's just a beautiful. あ、あはいらないですね。Mm. It's just beautiful outside. It's just beautiful outside. そうそう、すごいいい天気ですね。とか、はい、It's so hot. It's so hot. そう、そうのとこちょっと力入れるといいですね。はいはい、It's so hot. 目まで。It's so hot. いいですね。まあまあ、こんな感じの会話っていうのは全然普通にありますし、例えば他はね、Oh, the weather is so nice today. The weather is so nice today. はい。これは今日はとてもいい天気ですよね。いい天気ですね。はい。でも、beautiful day とどういう違いがあるんですか？一緒だね。一緒だそうです。一緒だね。いや、まあ、beautiful って言うと、やっぱりもう太陽がガンガンになんか出てるイメージですよね。はいはい、nice って言うと、ただ私のイメージなんですけど、ちょっと秋で、夏でムシムシだったのが、ようやく落ち着いて、ちょっとカラッとして、まあ天気が良くて、ちょっと雲もあるんだけど。あ、あの秋の空みたいな感じ。そうそうそう、そんな感じ。私も一番好きですね。いやー、it's a nice, it's, the weather is so nice today ですね。The weather is so nice today. そんな感じですね。あの逆に私が言われた時にどう、うん、あの返信すればいいですか？ああ。I know みたいな感じで。質問じゃないからね。うんうん、例えば僕にじゃあ言ってみて。Oh, Hika さん、yeah. it's so nice today. It's so nice weather today. Yeah, it is. だね。Yeah, it is. とか、I know. とか、You're right. こんな感じですかね。そうやって相槌すればいいってことですか。あ、そうだね、そうだね。いやいやいや。あとはね、リピートするのも多いですよ。So the weather is so nice today. って言ったら、Yeah, the weather is so nice. あ、これよくありますね。確かに。あとは、例えば、新しい洋服とか着てきたりとか、うん、ちょっと髪型が変わったりとか、うん、そういう時にちょっと、例えば、I like your hairstyle. Oh, thank you. そんな感じですね。あとは、ちょっと結構ガラッとイメチェンした時に、うん、I like the new look. I like the new look. こんな感じもいいですね。Oh, はい、I like the new look. So, I like the new look. ですね。あとは、まあ、服装とかですね。例えば、はい、新しいあのシャツとかね。Hey, that's a nice shirt! とかね。That's a nice shirt. So, that's a nice jacket. That's a nice jacket. Very stylish. Very stylish. そう、かっこいいね、みたいな。なるほど。あと、例えば、スーツとか着て、ピチって決めてる時に、はいはいはい、こんなエディアムがあるんですよ。You look like $1,000,000. You look like $1,000,000. That's right. A million って言うと 100万ドル、うんうんうん、?100 万ドルに見えますよねみたいな表現なんですけどね。はい、そうですね。でもその見た目をこう褒めたりすると、うん、なんか最近もしかするとちょっとなんかセクハラに聞こえることもあるみたいな話を聞いたんですけど。あー、確かに。確かにそうだね。そうだね。ちょっとね、あの、時代が違うからね。そうそうそう。まあ、私が若い頃は全然普通にそうに言ってたけど、今はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。そうなんで、特に、まあ、なんですか、男性が女性に、ね、そういう、言うのは、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。いいポイントですね。はい。で、あとはですね、例えば、テレビで、なんか、サッカーとかね、うん、ワールドカップとかやってた時に、ね、うんうんうん、Hey, did you watch the soccer game yesterday? Did you watch the soccer game yesterday? そう、サッカーゲーム見たって、あ、そうそう、そんな感じとか、ニュースとかね、うん、Did you see the morning news? Did you see the morning news? そう、なんかビッグニュースあった時、朝のニュース見たとか、はいはい、そうそうそう、そういうのもあります。なんかあったニュース。最近。まあいいや、まあ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 ね。ニュースを見ましょう。ニュース見ましょうね。あとは、Did you hear the big news? とか。Did you hear the big news? そう、そんな感じですね。そう。うん、big news って言ったら、what big news ってなりますかね。The big news is Hika bought a new car. Wow, that is the big news. 買ってない買ってない。いや、欲しいなと思ったんですけどね。いや、例えばね、あの、誰々が日本に来るよとかね、どっかの大統領が日本に来るよとか、うん、そういうのもビッグニュースですよね。はいはい。はいはい、まあ、こういう感じで、まあ結構いろんな質問で会話は成り立ちますよね。エレベーターなのか、朝なのか。そしてこういう会話って実はね、結構だんだん減ってきちゃってんですよ。
やっぱり自宅勤務っていうのも増えたし、はいはい、でもすごくコミュニケーションを良くするには大事な会話だと思いますので、うん、ちょっと積極的にこういう会話を始める、スモールトークをやるっていうのはいいと思います。そうですね、スモールトーク自分もすごいなんか大事だなと思ってまして、はい、新入社員の人たちとか、 なんか早く仲良くなりたいのにどう話しかけるかわからないので、うん、まあ、事前に何個か自分のネタとか準備しておいた方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、はい、じゃあキムさんの1日、はい、朝から、はい、アクション。 Good morning! How's it going, Hika さん? Yeah, I'm doing pretty good. How about you? Oh, I'm good, thanks. Yeah. It's freezing outside. It is. It's so cold. Yeah. Did you see? 同時に。これ困りません。Did you hear the big news? No, no, what? 待て。はい、OK! Good morning って言って僕の名前最初言わなかったのがちょっとドキッと思ったけど、はい、そこで How's it going, Hika? って言ってくれたからナイスリカバリーですね、うん、はい、まあこんな感じですね。はい、よくできました。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあメールですね。やっぱりメールチェック、メールチェック一度朝一しますね。朝一しますよね、うん、そして英語のメールって書きますか？本当にたまに書きますね。たまに書く、うん、たまに書くとき時間かかんないですか？私めっちゃかかります。かかるよね。なかなかね、書き慣れてないと時間かかっちゃうんですよね。時間めっちゃかかります。そして人に聞いてこれでいいの、ちょっと自信ないなって言って結構20分30分、あります、うん、メールはねもう 2,3 分で書いて、ポ次、はい次、次ってこんな感じで。あ、そうなりたいです。なれるよ、簡単ですよ。そして僕がこう今日紹介する5 sentence rule っていうのがあるんですよ。5 sentence 5文章ルール。5文章ルール。もう大体5文章で書ければ、うん、どんなメールでも書けるって言われてるんですよ。5 sentence rule。ぜひ教えてください。はいはいはい。じゃあ最初は挨拶。挨拶。greeting ですね。はい。2、purpose。目的。目的。3、detail。詳細。詳細。はい、これも一つの文でいいんですよ。おお。はい。そして4つ、action。Action. なんかこういう行動をとってくださいとかね。はいはい、5が closing。ああ、最後の挨拶。挨拶。そう。例えば、ミーティングとか、まあ、たまにメールでミーティング設定とかしないですか？あ、するんです。そうですよね。はい、そうね。じゃあ、ミーティングのリスケ。あ、リスケ、はい、よくやります。よくやる、ダメじゃん、それ。いや、私のせいじゃないです。あ、じゃあ、あっちのせいもらえるよね。じゃあ、最初にメール書くときには、はい、インターナルとエクスターナルにありますよね。ああ、その社内と社外のメールですね。あ、社内と社外、はい、社内の場合はもう「はい、ヒーカー」とかから入りますよね。そうですね、なんか日本語だと「お疲れ様ですの」なんか必ずつける文章って決まってるんですけど、うん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 、そういう文は特に英語は「はい」ぐらいだけでいいんですかね。全然、ね、社内だったら「はい、ヒーカー」でいいですよ。「はい、西川さん」「はい、キムさん」。ああ、はい、なるほど。そして一番最後に締めるのは「何で締める？よろしくお願いします。まあ、よろしくお願いします。英語だったら、例えば、regards。ああ、regards。そうそうそう。はいはい、ここが、best regards とか、sincerely yours とか、いろいろ締め方があるんだけど、はい、その、一番頭とオープニングと、その最後が、マッチしないと、違和感があるんですよ。なるほど。そうそうそう。はいってカジュアルだよね。はい、ひかって入って、締めも、まあ、例えば、regards、thanks、cheers とか、うん、キャジュアルので締めればいいです。はいはい、なるほどですね。本当？大丈夫？はい、あ、大丈夫。なぜかというと、いつもそうなりがちだなと思ってて、いつもその最後は best regards をよく使ったんですけど、はい、確かに合わせるのは今まで意識してなかったなと思って、その通り、そうそう、うん。ちょっと反省します。そのギャップね、私結構英語のメールいろんな人からもらうんですけども、うん、そのギャップがあると、やっぱりちょっと違和感感じるんですよね。なるほど。そう。さあね、best regards は結構フォーマルの締め方だから、はいはい、だったら、dear 何々から入るべきですよね。ああ、はいよりもうちょっとフォーマルの言い方が dear。そう。なるほど。はい、まあ、その2つがありますので、はい、5 sentence rule なんだけど、最初1番の覚えてますか？1番がその挨拶でした。それはね、また別なんですよ。こっからが5個ですよ。あ、そうなんですはいはいとか、regards はノーカウント、ノーカウント。こっちですね。何でしたっけ？グリーティングですよ。だからその挨拶ってこれじゃないですか？違うんですよ。あ、また違うんですね。そうそうそう、違うんですよ。じゃあね、そこで、ちゃんと、例えば、I hope you're having a wonderful week. はい。I hope you're having a wonderful week.、うん、I hope you're having. I hope you're having a wonderful week. そうそうそう。I hope you're having a wonderful week. こんな感じの一つの挨拶ですね。これが一本ないのとあるのと、やっぱり
受け方がちょっと違いますので。あ、それはなんかお疲れ様ですみたいな感じですかね。の感じですね。そう、特に意味ってありますか。いや、あんまりないですね。そう、そしてそれがあんまりも長くしちゃうと、はいはい、Yeah, today is really hot and I'm really busy. I hope you're doing well. I hope your sister's fine. Your mother has... こうまで書いちゃうと、はいはい、もうめんどくさいから読まないので、もう一つの文章でいいです。 Greeting は大丈夫ですか。 I hope you're having a wonderful week. Perfect. これでいいです。で、次はもう目的、purpose、はい、purpose。ここで、something came up and I need to reschedule our meeting on May 2nd。ああ、something came up ってなんかできちゃったよみたいな。ああ、そう、なんか予定入っちゃってって、something came up and I need to reschedule our meeting on May 2nd、ね、うんうんうん、例えば。はい。そうなんで、そこでもう目的はバッって言っちゃう。おう、ね、結論ですね。結論、結論。うん、で、3つ目なんだっけ？ Detail。 おい、覚えてね。Detail。 あの、取材になってくるんですけど、ここで例えば Are you free on one of these days? Are you free on one of these days? そう、あの、この中で空いてますかってことですね。そう、この中で空いてる日ありますか、うん、そしてそこで、あの、Bullet point、 Bullet point、 あの、箇条書き、箇条書きで、まあ、まあ、例えば May 9th、うんうん、2 to 3、はいはいはい、May 10th、3 to 4、 こんな感じで、まあ、日本語と一緒ですよね。あ、一緒一緒、うんうん、そうそう、箇条書きですね。もうパッパッパってやればいい、はい、そして4つ目の 文は何だっけ。アクション、アクション、アクションですね。そう、ここで、まあ、なんか行動を起こしてほしいので、うん、Please let me know which day works for you。 例えば Please let me know which day will、Which day works for you? Which day works for you? そうそう。まあ、どの空いてる日を教えてくださいってね。これがアクションじゃないですか。そうですね。確かに。ああ、こう、じゃあ連絡、あの、返信しないとってわかるじゃないですか。うんうん、そして最後が、挨拶。クロージング。クロージングです。ここで、I'm so sorry for the sudden change。あ、そこで挨拶、あの、ごめんなさいって言えばいい。まあまあ、いいと思います。うんうん、そんな感じですね。うん、5個の文章。Greeting。Greeting。Purpose, purpose, 目的、details, action, action, closing. この5個あれば大体どのメールでも書けちゃうんですよ。確かになんか うん、どういうメールでも全部通用できる気がします。そうそう、うん。あんまり難しく考えちゃうと書けなくなっちゃうので、その5個だけ考えておけば大体ね、丁寧なメールになりますので。覚えておきますね。はい。まあ、それが社内のメールの書き方です。はいはい、ありがとうございます。でも私よく使うのが、はい、その社外に請求書発行しますねみたいなメール一番よく送るんですけど、はい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 、それちょっと例を出していただきたいなと。ああ、なるほど。あの、エクスターナルね、外、社外。そうです、はい。なるほど。それだったらちょっとフォーマルなので、最初の頭ですね。はい、はい、何々じゃなくて、ちょっとフォーマルにするには、Dear。Dear ですね。Dear 西川さん。Dear Mr. 西川。そして、締めるときにもちょっとフォーマルの言い方は、Best regards。Best regards ですよね。Your Yours truly, sincerely yours、うん、こんな感じのがフォーマルで、ここが違和感がなくなります。合わせましょうってことですね、はい、で、その間に5個の文章を書きましょう、はい、で、1個目が何だっけ。挨拶です。挨拶、greeting ですね。なんで、例えばちょっとフォーマルにするんだったら、日本語だったら何て言いますか。お世話になっております。お世話になってます。まあ、英語ではあんまり言わないけどね、お世話になってますって。あ、はいはい。でも、まあ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 、入れる人もいるか。 Thank you for your continued support。 あ、 Thank you for your continued support。 そうだね、あんまり使わないけど、でも日本人は、うん、いつもお世話になっておりますって入れたいですよね、英語で書くときも。はいはい、なんか入れないとちょっとそわそわします。そう、まあ、Thank you for continued support もいいでしょう。うん。うん、そんな感じです。全然挨拶です。で、Purpose。目的ですよね、目的。で、請求書を発行します。あ、さあね、例えば、Here's your invoice for April。4月の請求書を発行いたします。おが、Here's a invoice。Here's your invoice。Here's your invoice for April。すっごいシンプルですね。シンプルで大丈夫です。はいはい。長ければなんか丁寧というわけではないので、はいはい、フォーマルだけど短い文章というのも全然大丈夫です。なるほどですね。なんかいつも発行って英語でなんだっけと思ってめっちゃこう調べたりしてたんですけど、普通に Here's でいいんですか。 Here's で大丈夫ですね、はい、そして3番目が Details ね、取材、はい、そしてここに例えば Please click this link to see the details。 Please click this linkTo see the details。 こんな感じですね。なるほど。 See the invoice でもいいんですよね。はいはいはい、請求書なので、それで大丈夫です。はいはい。そして4番目なんだっけ。
アクションです。アクションですね、アクション。キムさんだってどういうアクション取ってほしいですか、お客さんに。いつまで支払いをしてください。はい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 。例えば、We would greatly appreciate it. We would greatly appreciate it. If payment could be made. Payment could be made. By the end of May. By the end of May. May. で大丈夫ですね。We would greatly appreciate it if.Payment could be made by the end of May. そうそうそう。そんな感じですね。そうですね。Will より丁寧なのが Would だから。まあそうですね。フォーマルの言い方になってます。はい、なるほど。最後なんだっけ。Closing。Closing。質問ありましたら。あ、そうですね。いつもはご不明な点ございましたらご連絡ください。うん、英語だったら Please let me know if you have any questions.Please let me know if you have any questions. その通りです。これだけです。簡単ですね。はい、相当簡単になった気がします。そう、そうね。もうこの5個の文章を入れようっていう考えね。そうそうそう。Greeting, purpose, details, action, closing.、はい、もうこれでメール完璧。完璧ですね。そうそう。じゃあ次行きましょうか。はい、次が電話応対。あ、電話いきなりかけてきたらちょっと困ります、はい、最近やっぱり電話って来ないですよね。そうですね、まずはメールからですかね、うん、まあそうですよね、うん、でも電話来た場合ですね、英語で話さなければいけない、はい、これ確かね西川さんとやったと思うんですけど、あ、はい、どうもありますね、はいはい、ありますよね、はい、ちょっとやってみようか、はい、日本語で出てください最初、お電話ありがとうございます、ビズミーツ株式会社のキムと申します。あ、Do you speak English? Yes, a little bit。Okay. めっちゃ緊張します。5点、うん、ちなみに満点何点ですか。10点。おー、もう悪くない、100点じゃなくてよかったです。100点満点で、悪くない、はい、日本語で来てちょっと私もおーっとなって、はい、英語できますか、 Do you speak English? って聞いて Yes って言ってね、 Yes はいいんだけど、そこで止まってシーンとして How can I help you? ってなったのなんだけど、ベストは英語のオープニングをもう暗記しちゃうことなんですよ。オープニングというのは、いや、まあ日本語だったら、はい、お電話ありがとうございます、ビズメイスの伊藤と申します、はい、ですよね、はい、それを英語で言えるようにパッてできないとダメですよ。確かに暗記してないですね。はい、そう、はい、Thank you for calling BizMates、This is Hika speaking, how can I help you? なるほど、はい、Thank you for calling BizMates、うん、This is Kim, how can I help you? そうそうそう、こんな感じですね。3文章。なるほど。それが、Do you speak English? って言ったときに、Yes! じゃなくて、Yes! Thank you for calling BizMates. This is Kim speaking. How can I help you? って言えると、かっこいいですね。プロフェッショナル性高いな、ですよ。なるほどですね。はい、お電話ありがとうございます。BizMates のキムが受けたまわります。Do you speak English?Thank you for calling BizMeets. This is Kim speaking. How can I help you? I'd like to speak to Mr. Nishikawa in the marketing department. こんな感じですよ。いいですね。全然違わない？いやー、ちょっとプロフェッショナルになった気分です。もう全然違うんですよ。気分です。受け方も。はい、そう、わー、この会社すごいなと思いますので、確かに私が電話しますと、うん、英語で電話応対しますと、はい。で、私は西川さんに話したいと。はい、May I speak to Nishikawa-san in marketing?、うん、そして何て言う？少々お待ちくださいとか。ああ、just a minute, please.、はい、そして西川さんに何て言うの？誰かわからない。誰かわかんないよね。誰？って言って。はいはい。あ、わかんない。外国人。ね、ダメですね。ダメですよね。ダメですね。そうそうそう。だから、ちゃんと名前を聞かないといけない。まあ、会社名を聞く。うん、そう。そして、お待ちください。はい。そこで、May I speak to Mr. Nishikawa in marketing? って言ったら、Sure, but may I have your name, please? Sure.、うん、may I have your name, please? Ah, yes. My name is、Hika Ito. そして会社名も。And your company name, please? まあ、and your company name, please? もう、まあまあまあ。OK, OK.、うん、7点。10点欲しいよね。10点欲しいよね。だったら、What company are you with?、What company are you with? そう。それか、May I ask what company you are with?May I ask what company you are with? そうそうそう。With を必ずつけるってことですね。そうですね。What company と with っていうのはつながりますね。May I ask what company you are with? そう。じゃあ、I'm with ABC company. そして、確認する。うん、あ、確認、はい。Okay. So, Mr. Ito with ABC company. Okay. So, Mr. Ito with ABC company. I'll get Mr. Nishikawa for you. Just a moment, please.
I'll get Mr. Nishikawa for you. Just a moment, please. こんな感じ。それでつなげる。あ、これ覚えとかなきゃすっごい焦りそうなので。まあそうだね。そう。ちょっと最初は書いといた方がいいかもしれないですね。はいはい。最初は名前を言う。May I have your name, please? って、うん、言って名前言ってくれたら、あ、OK。May I ask what company you are with? で、会社名を言う。はい、で、最後に復唱させていただく。うん、なので、OK, so, 誰々さん with あの company name.、うん、OK, I will get誰がいいか for you, for you,、うん、just a moment, please. そう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 、完璧じゃないですか。10点です。はい、10点、10点、10点。そう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 。まあまあ、そうなんです。それが一番ベーシックの電話応対ですよね。うん、電話を出て、誰かにつなげると。はい、でもいない場合があるから、はい、それで伝言もありますよね。あ、はい、メモをこう取っておく。メモ、メモ、そうそうそう。それでメモの時は、まあ、まあそんな変わらないんですけども、うん、私が西川さんと話したいと。はい、May I speak to Mr. 西川 in marketing? ちょっとチェックしますからお待ちくださいと。はい、そしたら、OK, Mr. Ito, please wait a moment while I check. OK, Mr. Ito,、うん、please wait a moment while I check. そうそう。そしてチェックすると。うん、はい、いないですと。そして、I'm sorry, but Mr. Nishikawa is out of the office right now. And we'll be back after 1 p.m. あ、なるほど。いつ戻るのかも一緒に伝えなきゃならないってことですね。そうですね。そうね、はいはい。いや、今いないですと。I'm sorry, he's not here right now. だけじゃなくて、I'm sorry, he's not here right now. He's out of the office. He'll be back、after 1 p.m. って言うと、あ、1時以降にまたかければいいと思うので、うんうんうん、親切ですよね。そうですね、親切ですね。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。I'm sorry, but Mr. Nishikawa is not here right now.、うん、He's out of the office.、うんうん、so he will get back to the office after 1 p.m. So he'll be back after 1 p.m. He will be back after 1 p.m. そうそうそう、そんな感じでいいと思います。うん、で、Oh, okay. Now, で、お伝えすることありましたら、私からこうメモを取っておきますか。そうそうそう。そしたらもう一番簡単なのが、May I take a message? あ、May I take a message? そうそう。それか、例えば、メッセージって言っても、まあ、書き直してくださいっていうのが普通だよね。あ、そうですね。そう、さあね、Shall I have him call you back?Shall I have him call you back? そう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 。それが折り返し電話するようお伝えしますか。そう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 。Shall I have him call you back? Shall I have him call you back? そう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 。で、はい、yes。でも何時に電話していいか分からないよね。そうですね、ディテール聞かなきゃ。そうね、そうね。What is the best time to reach you? Reach。うん。あ、call じゃなくて。まあ、call でもいいですよ。同じです。うん。What is the best time to call you? What is the best time to reach you? おー、なんか reach 使ったらちょっとかっこいいですね。うん。What is the best time to call you?、うん、または What is the best time to reach you? So, yeah, he could call me anytime. Okay, then I will let him know. そう、tell でもいいんだけど、前の動画でも言ったんだけど、電話の時は、ちょっとね、face to face よりフォーマル感が上がるんですよね。あ、そうですね。そう。そして、tell っていうのはちょっとダイレクトすぎて。そうなんですか。だから、I will let him know。I will let him know。そう。I'll tell him じゃなくて、ちょっとなんかダイレクトすぎるから、I'll let him know。あ、これはちょっとティップですね。はいはい。なるほど。I will let him know。そうそう。意味は同じなんだけど、ソフトになるんですよね。なるほど。うん、あとは、I'll be sure to give him the message。I'll be sure。To give him The message. もしかして your message. あ、メッセージ伝えておきます。そう。I'll be sure. そう。そして、Have a nice day. Thank you for calling. Have a nice day. Thank you for calling. はい。がいいですね。なるほど。まとめると、伝言ですね。はい。私が電話して、May I speak to Mr. Nishikawa? って言ったら、確認しますよね。はい。Okay, Mr. Ito. Please wait a moment while I check. はい。うん、そう。そして、いないと。いない。いない。で、謝りますね。謝る。I'm sorry, but Mr. Nishikawa is not here right now. He's out of the office.、うん、so he will be back after 1 p.m. Oh, after 1 p.m. Okay. May I take a message? Yeah, yeah. Can you ask him to call me back? What time is the best time to call you back? He can call me anytime.Oh, okay then. I will be sure to give him the message. Okay, great. Thank you. Goodbye. Bye. Have a good day. Oh, have a good day. Okay. Yay!
まあ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 、もうちょっと練習すればスムーズに言えると思うし。練習ですね。そうそう。それで、電話もメールもそうなんだけど、結構テンプレ化されてるので、いくつかのフレーズを暗記すれば、もう大体対応できますよ。そうですね。最初はなんかメモとかこう置いといて、オフィスのなんかデスクにもっと貼っておいてもいいかもしれないですね。うん、そうそうそう。そんな感じです。うん、書き直す。電話出るのやりましたね。はい。電話を取るのやりましたよね。やりました。あとはもう書けるしかないですね。あ、自分が書ける。自分が書ける。じゃあ、ABC 会社のクルーズさんね。はい。はい、に電話していきますか。電話します。Hello. Thank you for calling Tom Corporated. May I help you? Hi. May I speak to Cruz-san in sales? Good. まあ、Cruz-san, Mr. Cruz かな。Mr. Cruz. In sales? In sales. Okay. Just a moment, please. Let me check if he's here. Yeah, I'm sorry, but he's not here right now. なんか。伝言を、まあ、私が聞いてもいいんだけど、はい、May I...Take a message? 言ってもいいんだけど言わなかった場合は、なるほど、自分からなんて言うかと、電話返してくださいって、あ、はい、うん、Could you call me back? Me? じゃあ Could you call me back? って言うと、私クルーズさんじゃないよ。Could you tell Mr. Cruz to call me back? That's right. So, Mr. Cruz 言わなくても Could you tell him to call me back? Or could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back? That's right. これも一つのね、単語と思えばいいの。Could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back? はい。Could you ask him to call me back? これ3回がいい。Could you ask him to call me back? 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 Boom. はい。じゃあもう一回。はい。I'm sorry, but Mr. Cruz is not here right now. Could you ask him to call me back? What's the best time to call you back? After 3 p.m. After 3 p.m.? Okay. そして電話番号。普通だったら、May I have your phone number? って聞くんだけど、聞かない場合。聞かない場合は、Let me give you my number. Let me give you my number. すごいシンプル。Let me give you my number. Let me give you my number. My number is? My number is? はい。1, 2, 3, 4, 5, 6, blah, blah. Good.、うん、okay. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, blah, blah. なんですか? Yes? Yes. Okay.All right, I'll give him your message. Have a nice day. Well, have a nice day. Thank you. Okay. Oi! Oi! こんな感じですよ。いや、練習ですね。ね、練習。でも、そんな難しくないでしょ。決まったフレーズを暗記すれば、この時にこう言えばいいっていうのが分かれば、もうすぐ言えるよ。ビビらないと、なんとかいける気がします。そう。分かってるからね。緊張するのが一番問題かなと思って。それが一番問題。これってね、慣れなんですよ。もう10回電話応対やってれば、もう全然大丈夫。たまーにしか来ないから難しいんですよ。はい。でもなんか電話応対って練習できるもんじゃないんじゃないですか。いや、それができるんですよ。どこでですか?いや、ビズメイツでは電話応対のコースがありますので、ぜひ皆さん、電話必要な方は、受けてみてください。試してみてください。はい、はい。ビズメイツの公式 LINE ではビジネス英語を勉強したい人に向けたコンテンツを配信しています。登録したらすぐに特典をゲットできます。限定の無料講座もやっていく予定です。もっと英語力を高めたい方はぜひ下の概要欄から登録をお願いします。はい、じゃあ次。はい、昼なりました。あ、ご飯食べたいです。ご飯食べたいよね。でも一人で食べたくなくて、誰かを誘うと。あ、誘いたいです。外国の方の、うん、新入社員の方とか。新入社員の方いますよね。うん、はい、同僚で。じゃあ、誘ってください。私は。あ、ヒカさん。Yes!Let's go lunch! なんかちょっと嫌な気分。なんで?いや、なんでっていきなりね、いきなり誘ってくると、まあ、仲いい友達で、普段一緒に食べてる人だったらいいんだけど、はい、あんまり慣れてない人に、いや、ご飯食べに行こうっていきなり誘ったら、ちょっとビビるよね。なるほどですね。心の準備が必要なんですよ。はい。なんで、例えば、もうお昼食べたって一言聞く。なるほど。事前のその質問が必要ですね。そう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 。もう、Have you already had lunch? Have you already had lunch? そう。あ、お昼食べましたかって聞いてるから、お昼誘んだろうなってね、期待するじゃん。ああ、はい。なんか心の準備ですね。そうそうそう。はいはい、そして、そこで、no, not yet! うん、うん、まだよって言ったら、Let's go to lunch! 早い!まだ早い?早い!まだ心の準備が。心弱っ。やっぱりね、どういう状況かっていうのも知りたいんですよ。誰と行くの?どこに行くの?あー、なるほど。まだ準備が足りない。準備足りない。そうね、その情報も伝えれば、だいぶ
心が落ち着くと。さて、例えば、西川さん and I are going to lunch、at that pizza place across the street. ああ、わかりました。西川さん and I are going to have lunch at the、ビリヤニ store、ビリヤニ restaurant。 Yeah, restaurant next to the office. Oh! で、Let's go to lunch together. Oh yeah, sure. I'd love to go. いいですね。Let's to together はちょっと違和感あるのね。Let us だから、そうそう。Together は当たり前ので、Let's go, let's go. あ、二重になっちゃうってことですね。そうそう。なるほど。Let's go lunch. Let's go to lunch. Let's go to the lunch. Let's go to lunch. Let's go to lunch. そう。いや、でも Let's じゃなくて、Would you like to join us? あ、Would you like to join us? そう。そっちの方が自然かもしれない。の方が自然ですね。はいはいはい。なるほど、なんかいきなりこうご飯誘う時もちょっとしたこうなんか心がけっていうのが必要ってことですよね。必要です。いきなりね。勉強になります。そう。それで、あの覚えてる？それで最初は？あ、最初はあのすでにご飯食べてるかどうかを確認する。英語で？Have you already had lunch? そう、Have you already had lunch? って、No, no, not yet. で、あの状況説明ですね。はいはい、西川さん and I are going to have lunch、ここで食べるんですけど、Would you like to join us? Yeah, I'd love to go. こんな感じですね。いいですね。自然ですね。はい。そう。じゃあ、私もやりますね。じゃあ、Kim さん、Have you already had lunch? Yes. くちゃん。絶対そう言うと思った。まあいいや、はい、まあいいや。はい、もう二度と誘うな。はい、じゃあ次ね。はい。で、まあお昼誘いました。そして、どこのレストランに行こうってね、決まってない場合があるじゃないですか。はいはい、あ、どこ行こうって。はい。どうやって決める大体。同僚と、どこ行く、この間のそこ行くみたいな。そう。何食べる気分とか、ですよね。英語でも同じで、例えば、What do you feel like eating today?What do you feel like eating today? そう、何食べたい気分とか。ああ、なんか、What do you want? じゃないですね。ああ、What do you want to eat today? なあ、ちょっとね、硬いっていうか、なんか自然さがないね。ああ、なるほど。うん、何を食べたいのかじゃなくて、うん、どういう気分って感じで聞くから。ああ、そう。なるほど。What do you feel like eating today? What do you feel like eating today? そう。Hey, do you like、Indian food?Oh, do you like Indian food? そう、インディアン料理好きですか、はいはい、とか、oh, Is there anything you can't eat? Is there anything you can't eat? Yeah, 食べれないのある？そう、なんか食べれないものありますかって聞くと、そう、Oh, I can't eat spicy food とか、はいはいはい、Oh, I can't eat、まあ、peanuts とかね。そう。まあ、そんな感じで選びますと。なるほど。そして、レストランに行きます。はい、レストランで何しますか注文したいです。注文ですよね。うん、注文するときにみんなシーンとしてメニュー見てるのもいいんだけど、普通は、ね、何食べるとか、はいはい、これ食べたことあるとか聞くじゃないですか。ありますね。英語も同じなんですよ。例えば、はい、What are you gonna get? もう一回。What are you gonna get? What are you going to get? そう。何を注文するのっていう質問なんだけど、そう、でも早く言うんですよね、その質問って。What are you gonna get? What are you gonna get? そう、それがゆっくり言うと、What are you going to get? What are you going to get? そう、I don't know. Have you tried the biryani? Have you tried the biryani? そう。食べたことある？そう、Have you tried the butter chicken curry?Have you tried これってことですね。そう、うん、食べたことあるっていう質問をよくしますよね。はいはい。What do you recommend? What do you recommend? うん。おすすめなんかある？そう。はいはい。こんな感じで食べ物が来る。はい。そしてどういうリアクションする？おお、何頼んだの？まあ。What did you order? でもいいです。What did you order? そう。そして美味しそうだったら、Wow, your food looks so good. Your food looks so good. Is it spicy? Is it spicy? とか、How's your food? How's your food? そう。それは食べた後ですか？口に入れた後ね。そう。How's your food? 美味しい？そう。辛い？ Is it spicy? とか。そう。そういう会話ない？あ、ありますね。あるよね。そう。そして、食べてる間、雑談があるじゃん。はい。そう。例えば、How's your day so far? How's your day so far? そう。今日はどう？とか、What's going on with your YouTube project? 仕事の進捗どう？最近。そう。寝るときに言うんですよね。そうですね。そう。What's going on with 何々。What's going on with 何々。そう。What's going on with
You're fishing. Oh, my fishing. よく知ってるね。Fishing. そうそう、fishing やってるんだけど。毎回出てきます。まあ、no, not so good. It's very difficult to catch fish during the season. Yeah, 全然釣れないですよ。うん、で、他は例えば、How's everyone in marketing? How's everyone in marketing? そうそう。部署の人たち、まあ、みんな元気って感じですね。そうです、そうです。こういう質問がよくあります。これで、まあ、雑談少ししますと。そして、こんな時間だ。あ、締めしなきゃならないですね。締めなければいけない。そういう時には、Oh, look at the time! あ、今見て、時間こんなもんよ。早く戻らないとってことですね。そう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 。はい、もうこんな時間っていうこと。もうこんな時間。そう、look at the time。あとは、Oh, shall we head back?Shall we head back?、うん、head back ってあの head, head あの向かう向かうっていう意味でね。そうそう、そろそろ戻る、そろそろ戻る、 Shall we head back? Shall we head back? そう、そして払うとき、うん、あ、This one's on me。 おお、 あの私が払うんで、今日私がおごるんで、うん、This one's on me。 This one's on me。 そうそうそう、そしたら僕は No, 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 This one's on me。 そしたらまた今度This one's on me。 This one's on me。 OK。 どっちが先に折れるかみたいな。そうそうそう。なるほど、ね、よくある、よくある。This one's on me! No, 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 this one's on me! No, no, this one's on me! OK! みたいな、はい。海外ではその割り勘ってあります?あ、割り勘ありますよ。大体、そうです。割り勘多いでしょ。国によって全然違うけど、はい、出身のカナダだったら、はい、Yeah, let's go Dutch! あ、go Dutch! Go Dutch! Dutch Pay ですね。そうそう。半々にしましょう。はいはい。Let's go Dutch! Let's go Dutch! Yeah, 大丈夫?大丈夫です。OK!ミーティングですよ。ああ、会議ありますね。ミーティングよね。どう、ミーティング多い?最近は、ヒカさんよりは多くないです。ああ、私多いんですよ。本当にミーティングだらけですよね。はい。ミーティングもでも大事なので、やりましょうね、ミーティング。はい。仕切る時もありますよ、ミーティングを。ああ、なんか、あの、例えば、次のキャンペーンやるんで、うん、これお願いします、みたいな。ああ、はい、じゃあちょっと仕切る場合もあるんだ。あ、ちょっと。はい。それで、まあ、ミーティングの流れを知ると、あのすごく大事かなと思っていて、うんうん、一つはね、挨拶。あ、挨拶、はい、はい。挨拶して、Hi everyone!、How's everyone today? まあこんな感じですね。Hi everyone!、うん、How's everyone today? How's everyone today? Yeah, yeah, pretty good, pretty good. そしてちょっと雑談もここ入れると、アイスブレイクって感じ。アイスブレイクですよね、はいはい。これね、ない会議も結構あるんだけど、ないとなんか硬いまま始まっちゃうから、やっぱり雑談でちょっとみんなをね、柔らかくソフトするっていうのは大事だから、例えば Hey, did you have a nice weekend? Did you have a nice weekend? Yeah, are you busy today? Are you busy today? Good, good. こんな感じですね。ちょっと忙しいのみたいな。 Yeah, not really. No, no. Oh, that's good. これだけで全然違いますよ。シーンとして、そしてファシリテーターが来て、じゃあ Let's begin じゃなくてね。ね、ありますよね。ありますね。あれね、そうそう。で、そして始めますと。はい。ファシリテーターなので、仕切るんだったら、うん、はい。Okay, is everyone here? ああ、なんか人数確認しなきゃならないですね。うんうんうん、so, okay, is everyone here? そう、みんなここにいる、うん、Okay, shall we get started? Okay, shall we get started? 始めましょうとか、うん。そう。はい、じゃあ、ミーティング始めました。あ、でも、キムさんはどういうミーティングがあるんですか?一番よくあるのが、うん、そのプロジェクトの進捗確認ですね、うん。今どういう状態なのかをチェックするミーティング。なるほど、なるほど。最初は目的を伝えた方がいいですよね、どんなミーティングでも。はいはい、そうだね、例えば、The purpose of this meeting is to, 何? Check the progress? To check the progress of the project, okay? So the purpose of this meeting is to check the progress of the project. こんな感じですね。Okay, the purpose of the purpose of this meeting is to check the progress of the project. Okay, はい。目的がはっきりしてます。そしてアジェンダっていうのもありますよ。ありますね。例えばどういうアジェンダなんですか?例えば、デザイナーチームとか、商品開発のチームとか、いろんなチームがあるので、それぞれの各チームの今の進捗を確認したい。はい、はい、はい、はい。OK, OK. じゃあ進捗だね、うん。そして課題とか、今の課題、はいはい、今後のアクションとか。あ、まあまあ、うん、そうだね。そんな感じだね。OK.、Let me go over the agenda. Let me go over the agenda. そうですね。そして、OK. First,、we'll spend 15 minutes on、updates from each team. それはどれぐらいかかりますよという時間を伝えるんですか?そうですね。アジェンダではね、テーマだけじゃなくて、時間も入れると、うんタイムマネジメントができやすいので。あ、なるほど。So, so then we'll spend 15 minutes on updates from each team. We'll spend 15 minutes to... On updates from each team. So, then... Then... We'll spend 15 minutes to discuss any issues. Discuss any issues. So... We'll spend
15 minutes to discuss any issues. なんか、うん、問題ないのかディスカスしますね。そうですね。課題とかね、問題とか。And finally, we'll spend 10 minutes on our next steps. And finally, we'll spend 10 minutes to、うん、on our next steps. そう。まあ、to discuss our next steps でもいいんですけど、うん、on our next steps で大丈夫ですね。Is everyone okay with the agenda? Is everyone okay with the agenda?Okay, let's begin. なるほど。そうなんですね。そう。そうなんで、まあ、アジェンダ言った後、他のテーマもあるかもしれないので、はいはい、皆さんこのアジェンダでいいですかっていうのを聞くと、まあ、親切ですよね。はいはい。はい。やってる？あ、やってないですね。でもなんか途中にポンポンポンも出てきて、はい、確かにそれもありましたね。議事録にこう書いたりしてますね。なるほど、なるほど。そう。じゃあ、ミーティングが始まりました。はい、意見を言う。言う。結構意見をガンガン言うタイプでしょ。全くですね。本当に？だから自分がこうファシリテートするときは、なんとか、うん、なんとかこう回そうとしてるんですけど、うん、ただのこうメンバーのときは、ちょっとなるべく黙ってる方かもしれません。へ、うん、そうなんだ。そうなんです。私のイメージどうなってるんですか？いや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 、その通りです。で、自分の意見、英語で言おうとすると、結構、真っ白になっちゃうね。あ、そうですね。準備して言わなきゃならないんですけど、その場で速攻で言ったりはちょっと難しいです、ね。うん、はいはいはい。そうね。日本語ではなんかこんなにスムーズにロジカルに話せるのに、英語になった途端頭が真っ白くなってうまく話せないっていう人いっぱいいるんですけど、あ、はいはい、もうこの私が今説明するパターンを守れば誰でもロジカルに話せるんですよ。本当ですか？聞きたい。聞きたいです。聞きたい。はい。最初はね、もう意見から入ります。In my opinion, in my opinion, in my view, in my view, so from my perspective, from my perspective, the way I see it is, the way I see it is, こんな感じで、I think ってみんな使うじゃないですか。はい。I think じゃなくて、今言った4つのフレーズから入ると、うん、なんかもうおお、なんかすごいこと言うと思わないですか？あ、これってその I think 何々について、私が思うにはの言い方バリエーションってことですか？そう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 。あ、意味は全部一緒。一緒一緒一緒。そうなんですね。その I think の代わりにこういうフレーズを使う。なるほど。はいはいはい。で、自分の意見を言うだけではダメなんですよ。理由を言わなければいけないです。あ、大事ですね。なぜそう思ったのか。なぜこう思っているのか。そう、例えば、I have two reasons for this. I have two reasons for this. First, 何々? and second. And second. そうそう、こんな感じですね。ああ、はいはい。でもそれは、はい、はい。自分の意見です。うん、こういう理由で言ってます。うん、なぜなら、これです。はい。でもまだ足りない。証拠。あ、根拠ですね。根拠。はいはい。さあ、例えば、according to statistics.According to statistics, なんか統計のこのデータによるとってことですか？そう。統計のデータによると、according to statistics.、うん、あとは、based on our research.、Oh, based on our research.、うん、研究によると。そう。はいはい、The data shows that. そう。ああ、なるほど。それはもうすべて情報を持った上で発信しないとならないってことですね。まあまあまあ、そうだね。そうだね。慣れてないとなかなかパッって言えないよね。はいはい。あ、でもこれすごい、なんかプレゼンでも使えそうですね。ああ、そう、うん。プレゼンでもよく使うし。はいはい、そうね。でもこの3つのテーマ、うん、頭に入れとけば、やっぱりロジカルになるんですよ。そうですね。うん、意見言って、理由言って、根拠まで言う。例えば、僕が意見言いますと。はい、今 YouTube の動画作ってるけど、うん、どのテーマの YouTube 作ろうとかいつもディスカッションあるじゃないですか、うん、やりますね。じゃあ私は意見言う。どういう動画作ろうと思うか。あ、はいはい、はいはいはい。ただでも自分の意見だけ言うんじゃなくて、はい、どうしてか、そして根拠も全部言います、はいはい。In my view, a YouTube video on how to help foreign tourists would be popular. I have two reasons for this. FirstThe number of tourists have been increasing in Japan. And second, many tourists are having trouble with the language barrier in Japan. According to the National Tourism Organization, the number of tourists has exceeded 200,000 per month for the first time since COVID. And based on a recent tourist survey, 26% of tourists said language is a barrier in Japan.すごい、めっちゃロジカルに見えますね。あ、私も練習します。まあまあまあ、そんな感じです。まあちょっとね、ハードルは高いけど、
できるよ。キムさんならできる。皆さんならできる。一緒に練習しましょう。はいはい。はい、じゃあ、次行きましょうか。あ、お願いします。会議の中で、まあ、ファシリテーター仕切ってますよね。はいはい、仕切る人は、やっぱりいろんな人に参加してもらわなければいけないんですよ。あ、そうですね。自分だけ喋るんじゃなくてね。はい、自分だけロジカルに喋ってもダメで、うん、他の人を参加させる。どうやってやる？ああ、例えば、デイビッドさん。どう思いますかみたいな。そうそうそう。デイビッドさんどう思いますかって、うん。これだけだと、ああ、いきなり振られて、いや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 、ああ、I don't know ってなっちゃうから、うまい振り方があるんですよ。あ、そうなんですか。はいはいはい。それを教えます。うん、3つのステップがあって、最初は声かけ。例えば、あ、西川さん、I'd like to hear from you。はい。西川さん、I'd like to hear from you。そう、西川さんの意見を聞きたいですよね。とか、あ、西川さん、I'm interested to know what you think。I'm interested to know what you think. そうそうそう。あなたが考えていることに興味ありますと。はい、そこで、まだよ。まだ質問してないですよね。あなたの意見を聞きたいです。で、相手の、彼の、まあ、西川さんの、経験を指すんですよ。そうそう、expertise。あ、だからその人の、専門家だから、その、あなたの視点からちょっと意見くださいみたいな、ね。そうそうそう。例えば、you came to Japan about 6 years ago, right? You came to Japan like 6 years ago. That's right, that's right. こんな感じ。例えば、you work in the marketing department, right? You work in the marketing department, right? そうそう、マーケティング部で働いてますよね。So, what do you think, from a marketing perspective? Marketing perspective. From a marketing perspective. From a perspective. そう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 。じゃあ、what do you think from?A marketing perspective. そう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 、うん、そんな感じ。マーケの視点からどう思いますか？そう、そしたら答えやすいじゃん。あ、確かに。さあ、西川さんの、意見を聞きたいんですけども、西川さんはマーケティング部ですよね。いや、さあ、マーケティング視点からどう思いますかって言ったら、そうだね、マーケティング視点からってちょっと自信つくじゃん。ああ、確かにそうするし、なんかすごい親切な言い方で、質問された西川さんもなんか答えてくれそう、ね。そう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 。そんな感じでやると、参加者、が、話しやすくなります、はいはい、で、ミーティングがそろそろ終わりです、うん、ラップアップあ、ラップアップラップアップにも、まあ、最初はね、ラップアップしますよという発表する、はい、All right, if it's okay with everyone, I'd like to wrap up the meeting 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 そう、もうミーティングを締めたいと思います、はい、そして、いきなりね、そこで、はい、グッバイでなくって、やっぱり決めたことを確認するっていうのが大事ですよね。はい、そうですね。そして、例えば確認することを仕切る人が全部確認するんじゃなくて、うん、誰かにやってもらえばいいんですよ。あ、なんか議事録書いていただいた人、ね。あ、そうそうそう。例えば、うん、Michelle, could you please, go over the action points we decided on? ちょっと長いですね。はいはい。go over ですか？あ、そうそう。could you please go over the action points?Go over the action points. We decided on? We decided on. Go over the action point のなんか go over ってどういう意味ですか ?Go over は、まあ、そうだね、確認みたいなもんかな。ああ、なんかさらっとこう、確認してくださいみたいな、ね。そう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 。決めたことをちょっと確認してくださいと。はい、議事録見ながらが、これをやります。そして、誰々がこれをやります、はいはい。誰々がこれをやります。うんうんうん、はい。なるほど。そして、まあ、次のミーティングですよね。はい例えば、I'll be emailing everyone to set up our next meeting. あ次の、ミーティング、これだってお伝えします、メールで。そう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 、そう。メールしますよねって、うん。I'll be emailing everyone to set up the next meeting. I will be emailing ですかそうそう。send だとダメですか I'll send an email でもいいけど、うんと、まあまあ別にどっちでもいいんだけど、うん、I will be emailing だと、まあ、ちょっと丁寧かね。ちょっとフォーマルな英語を使ってます、ね。知らなかったです。はいはい、I'll be emailing、うん、for you. I'll be emailing everyone. I'll be emailing everyone. To set up our next meeting. To set up our next meeting. So, thank you for your time. Thank you for your time. そう、そんな感じですね。はいはい。これでラップアップができます。はいはい、いいと思います。なんか、はいイメーリングとかあんまりこう使わなかったので、確かに使ったらすっごいこう丁寧に見せられるんかなと思ってて。そうですね。じゃあね、これもいくつかのね、かっこいいフレーズをこうやってね、暗記してれば、まあ、ミーティングなんかしきれますよ。大丈夫です。うんうん。はい。では、最後のシーンになるんですけど、はい、もう家に帰るときですね。あ、帰宅ですね。帰宅なんですけども、例えば、まあ日本語だったら、うん
お先に失礼しますとかね、お疲れ様ですよね、はい、英語だとね、なんかその文化がないので、お疲れ様じゃなくて、例えば、うん、Okay, I'm done for todayOkay, I'm done for today. Have a good one. Have a good one. So, 結構カジュアルなんですよ。あ、Have a good day じゃないですね。まあ、Have a good day でもいいですよ。うん、Have a good one の方が自然ですよね。なるほど。Have a good one. Have a good one. Have a good one. One は day だけどね。なるほど。まあ、night かな night.、うん、Have a good night. Have a good night. Have a good one.、うん、one は night っていう意味ですね。なるほど。そう。さあね、あとは、I'm taking off. See you tomorrow. Taking off でもう家帰りますって感じ、ね。そう。もう、あの飛び出すみたいな。I'm taking off. I'm taking off. See you tomorrow. これで覚えられます。I'm taking off. See you tomorrow. あとは、I'm calling it a day. Take care. Call a day. I'm calling it a day. Calling it a day. これはなんか慣用句ですか？慣用句？イディオム？イディオム。あ、イディオム、イディオム。よくあるですね。うん、I'm calling it a day. I'm calling it a day. Take care. Take care. そう、こんな感じですね。そう。そして週末だったら、まあ例えば金曜日だったら、まあなんていう？Have a good weekend. そうだね。Have a good weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Enjoy the weekend. Enjoy the weekend. TGIF. TGIF. 何でしたっけ？ TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. そう、いや金曜日最高っていう意味なんだけど、TGIF。それ言うんですね。まあ、私はあんまり言わないけど。じゃあ誰が言うんですか？いや、結構ね、言う人はいますよ。うん、私は言わないけど。わ、うん、かりました。多分ね、もしかして、エリアによって、そういうね、国によって言うんだけど、はいはい、フィリピンでは結構言いますね。そうなんですね、うん。でも、もちろんカナダでもアメリカでも通じます。TGIF。TGIF。そう。とか、他はね、まあ、週末何やるのとかね、はいはい、うん、もうちょっと聞きたいときは、例えば、うん、What are you going to do over the weekend?また早いですね。わざと早く言ったんだけど。なんでですか？ What are you, What are you going to do, going to do over the weekend? Over the weekend. On the weekend じゃないですね。あ、on the weekend でもいいですよ。両方とも使えます。そう。So, what are you going to do over the weekend? What are you going to do? What are you going to do? Over the weekend. Over the weekend. What are you going to do over the weekend?What are you going to do on the weekend? それでも通じる。結構ね、いやいや、結構、ぬぬ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 ぬで、この音の音声で、単語というより、はい、そうそうそう。So, what are you going to do over the weekend? What are you going to do on the weekend? そうそう。日本語でもそうじゃん。例えば、今度飲みに行こうよって、よく使うフレーズじゃないですか。今度飲みに行こうよって。はい、でも、今度飲みに行こうよじゃなくて、今度飲みに行こうよ。これも分かるじゃん。今度飲みに行こうよ。今度飲みに行こうよ。全然分かるじゃん。めっちゃ来ました。来るよね。はい、そう。それで、ね、英語でも同じで、What are you gonna do over the weekend? What are you gonna do on the weekend? そう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 。まあ、ブルジュジュって全部聞こえなくても、あ、ウィーケンドがね、耳に入れば、はいはい、ああ、週末聞いてんだなって分かるんですよ。こんなもんですよ。ああ、いいですね。そう。とか、Any plans for the weekend? Any plans for the weekend?What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? そうそうそう。まあ、こんな感じの質問すれば、まあ、親切ですよね。そう。誘うもあるじゃん。はい。で、仕事終わった後、帰るんじゃなくて、誘うのもあるじゃん。はい。飲みに誘うとか、ね。飲みに行こうと、はい。じゃあ、ちょっと飲みに行こうと。誘ってよ。Let's go drink tonight. いやー嫌だ。なんか、いきなり誘うと、あ、それはご飯と一緒ですか？もしかしたら。ご飯と一緒で、ちょっと心の準備ができてないから、ちょっと、何ですか？ちょっとプレッシャー感じちゃうんですよね。そうなんですね。そう。だから、お昼誘うとき覚えてる？あ、なんか、ご飯食べましたか？だから、そうそう飲みましたかはないよね。確かに。飲みましたかはないので、なはいああ、なんかもう、予定あります？この後、なんか、空いてます？そうそうそう。Do you have any plans tonight? Do you have any plans tonight? そう。No, I don't! Oh, let's go drink tonight! 早い。早いって、まあ、心の準備ができてないと、まだ情報が足りないから。あ、じゃあ、そうそうそうご飯の時と一緒で、いやいやいや。わかりました。じゃあ、西川さん and I are going to drink tonight. Oh! Would you like to join us? そうそう、yeah, yeah, I'd love to! こんな感じです。完璧ですよ。ご飯と一緒ですね。ご飯と一緒一緒。じゃあ、誰かをこう誘うときは必ず、なんか、事前確認をした後に背景説明して、うん、その後誘うっていうか、そういうことです。3ステップ。3ステップですよ。So, do you have any plans tonight? Well, some of us are going for drinks after work.、うん、do you want to join us? こんな感じです。ちょっと、じゃあ僕も誘ってみますね。はい、はい、はいはい。Do you have any plans tonight? Yes.もう二度と誘わない。二度と誘わない。もう二度と誘わない。はい。はい。はい。じゃあ、次行きましょう。はい。じゃあ、誘われて、行きたいんだけど、行くけど、あ、一杯だけとか。
ああなるほど、はいはい、あ分かりました。いやまあ一杯だけっていうの時は、はい、例えばああ、 maybe one drink、 maybe one drink、 そうそうそう、あ一緒ですね、はい、あ日本も一緒、日本も一緒、あじゃあ一杯だけ、そうそうそう、 OK maybe one drink、 でそれがもうオールになるんですよね。まあそうそうそう、次になって、そう、はい、それ本当に行きたい時は Yeah I'm up for thatI'm up for that. Yeah. I'm up for that ってどういう意味ですか？なんかモチベーションアップみたいなアップですよね。ああ、なんか、え、全然行くみたいな。全然行くみたいな感じですね。Yeah, I'm up for that. I'm up for that. Sure, for sure. That. それから、Sure, who's going? Sure, who's going? 誰が行くの、うん、うん、誰が行くのみたいな。こんな感じでもいいですね。はい。そして、No の時もあるじゃないですか。はい、No の時は、例えば、まあ、Sorry, I'm gonna pass.Sorry, I'm gonna pass. Yeah, ごめん。ちょっとパス。そう。Sorry, I'm gonna pass. はいはい。なんか予定があってみたいなのはどう言えばいいですか？そうですね。例えば、I've got plans tonight. I've got plans tonight. そう。もう予定入ってますと。それは I have got ですか？なんか I have a plan tonight じゃなくて、わざと I've got plans tonight。そうそう。I've got っていうのは、うん、I have のちょっとキャジュアル版なんですよ。さて、I have plans.、うん、a plan じゃないですよ、うん。I have plans tonight でもいいし、はい、I've got plans tonight でもいいです。I've got plans tonight。そう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 。それも決まってるフレーズだからもう覚えた方がいいです、ね。もっと覚えた方がいい。I've got plans tonight。I've got plans tonight。I've got plans tonight。そう。こんな感じで、いや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 、もうキミさん、一日英語で、仕事できるじゃないですか、これで。いやもう本当に出社から帰宅までやっちゃいましたね。やっちゃった。そうそうそう。もう全然ノープロブレムですよね。ああ、でも練習しかないなとずっと言ったと思うんですけど、はいはい、本当にその電話もそうですし、ミーティングもそうですし、なんならそのスモールトークまでその決まってるフレーズがなんかある程度あるから、うん、それをこう覚えとくといつでもポンポンと出せるような状態になりたいなと思ってますので、はいはい、ぜひ皆さんも一緒に練習していきましょう。練習ですよ皆さん、練習すればできます、はい、絶対、はい、もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では皆さん、次の動画でまた会いましょう。 See you next time。